久しぶりに雨です。東京土曜日、3月18日でございます。銀座に向かっております。車を駐車しまして、今から宮子さんの知り合いのアーティストの方の展示のところに行きます。おしゃれですね。今日も今日のテーマはあったかいんだけどちゃんと春めいてるっていうテーマでね。この薄緑の、本当だ。で、外はあったかいんだ、アウターが。外はデニムだからあんまりこう厚しく見えないんで、色が全部ペールと、靴とカバンで黒いんですよ。ねえ、ことファッションチェック。ありがとうございます。これちょっと定番化してきてるから、ファッションチェック。イラストレーターの岩佐のぞみさんで、今、ニュージーランドから一時帰国中で、銀座のポーラで、ポーラ緑の指展という展示を27日まで、はい。友人たちとお茶をしてですね、僕はライカに向かっております。ライカでライカ Q2 のちょっと修理、ベースプレートっていう一番下のカメラの下の部分がちょっと傷ついてるということで、そこを交換してくれるということで、その部品が届きましたと連絡いただいたので、向かっております。結構動画とか撮られる？そうですね、これ YouTube とか Vlog 用に持ち歩いてるんですけど。いや、最後ちょっとカメラの話をして、修理お願いしました。約2週間後ということです。移動してきまして、ポーラ銀座です。さっきお茶一緒にしてたですね、ニュージーランド在住の岩佐のぞみさんの、展示、緑の指展、ちょっと先に皆さん行ってるんで、僕も合流でちょっと拝見したいと思います。これ全部ね、手で実際に、あ、原画？原画、原画も触っていいんだって。触っていいんだ。もう女子の夢でしかない。これちょっと大人っぽい、趣味で描いたって言ってた。バレリーナ。ポーラ銀座のディスプレイを全部装飾されております。とっても可愛らしい作品たくさんで見応えがありますね。すごい。うわ、銀座の雨。水溜りに入ってた、ポチョンって。大丈夫、ゴアテックスの靴だから。新しく下ろしたばっかりのゴアテックスの靴だから大丈夫。デニムびしょびしょになってる。うわ、ほんとだ。そんな入ってた。深いところにブシュッ。あれ